どうもー、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube では私たちの雑談は攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまう恐れがあるからです。ニュースや過去の出来事に私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。少しでも多くの人に見ていただきたいと思い、YouTube ではこうして告知を主に行っています。このチャンネルには、告知以外にも、攻撃されてもバンの理由にならなそうな動画をアップしてあります。初めてご覧になる方はお試しに見ていただくのも良いかと思います。ではでは、今回追加した雑談に関してです。TPP に入ってやってもいいぞ。相変わらずうざい連中だよな。人類の持つそれとは完全に別の精神構造よね。脳に障害を持って生まれる。って説も本当な気がしちゃうな。そんな彼らのコメントを拾ってる私も精神に障害をきたしそうなんだけど、やんなきゃいいじゃん。さて、この動画の説明欄に今回追加した雑談へのリンクがあります。続きはニコニコ動画でご覧ください。ニコニコ動画って使ったことないな。という方でも、説明欄のリンクを押すだけなので簡単です。同じく説明欄には、YouTube 上のサブチャンネルへのリンクもあります。サブチャンネルはこのチャンネルがバンされた時の連絡等に用いますので、チャンネル登録だけしておいていただくと安心です。事実、過去4回バンされていますので、今後もサブチャンネルを使う可能性は高いと思います。YouTube は信用できないし、ニコニコ動画もいつどうなるかわからないので、最近はランブルというアメリカの動画プラットフォームに過去の雑談を上げていっています。今後も徐々に増やしていく予定です。ランブルは YouTube と違って、変な検閲とか気に食わない動画を人目につかないようにするとかは一切しないらしいです。こちらもこの動画の説明欄にリンクを貼っておきます。今のところ誰も見てくれてないので、ランブルで過去動画を久々に見返していただけるとありがたいです。そういえば、YouTube が2020年12月9日以降はアメリカ大統領選で不正や詐欺があったとか訴えてる動画は削除します。って発表した件は大きく騒がれてるな。Facebook や Twitter と比べたらまだ緩かったのにね。ここに来て本性を表したわね。私たちのチャンネルはずっと前から本性むき出しでいじめられてるからよく知ってたけどな。アメリカ大統領選は日々いろいろエキサイティングに状況が変わるし、その結果で YouTube が今後どう転ぶかわかんないけど、私たちの立場だと他のプラットフォームに逃げる準備をするぐらいしかできないわよね。1年ぐらい前から軸足を YouTube でなくしておいて正解だったかもな。ニコニコ動画には半投資本も入ってるから今後が心配だけどね。なんでこんな肩身の狭い思いをしなきゃいけないんだろうな。まああとちょっとの我慢でしょ。トランプさん再選、その後も共和党のちゃんとした人が大統領になってくれれば、世の中改善されると思うのよね。安定の楽観主義、そして他力本願。続きはニコニコ動画でね。